おばチャンネル、キラキラ2年生のゆっちゃんとゆうたんです。よろしくお願いします。お花じゃないよ。今日はウパシールが紛失中のため、この子がどこかにいます。探してみてね。今日は時期遅れですが、ハロウィンのプッチョ、闇の4種、ロシアンルーレットになってるそうなので、やっていきたいと思うんですけど、罰ゲームでデビル味を当てた人は、包装紙の裏に罰ゲームが書いてあるので、その罰ゲームもしっかりやっていきます。小さいお子様や辛いものが苦手な方は、十分注意してお召し上がりください。注意してお召し上がりください。で、やっていこう。この笑顔が消えるのかな。これ袋読んでたんですけど、これ出してる会社がユーハ味覚糖。ウッパチャンネルよくユーハ味覚糖の動画上がってるよね。あー、あるね。で、ルールはまずプッチョを1個ずつ選びます。みんなが選び終わったら目をつぶって待ちます。みんなで合わせてせーのって言いながら食べます。ハズレ味が当たった人は包装紙の罰ゲーム実行。開けよう。ゆっちゃんに外れてほしいな。ケータン当たってほしい。ケータンいつもさ、こういう大変なのばっかやってるからさ、なんかこういうのとかでもケータンだけ辛いの食べてるじゃん。いろんなのとかでもすごいなんか匂いくるね。なんかいろんな、まあ、どれ取る。一回目つぶて。これ何？うん、わざとだよね。あ、ちょっと待って、いいじゃん。あ、これ食べていきます。せーので食べるんだからね。なんか嫌な感じするね。早くして溶けてきちゃってる。いいよ。せーの。そばの方が辛いから大丈夫です。ケイタンはちょっと辛い。飲み物入れる？目がヘヘヘ。ゆうちゃん辛いの苦手なんだよ。なにやいで？でも辛いよ。え？でもペヤング焼きそばの方が辛い。辛いから、なんかこの辺がもう痛い。泣きそう。泣きはしないだろ。で、ケイタンがさ、オレンジだったの。赤っぽかったから、うん、これ辛いんだろうなって思ったら、ゆっちゃんも同じ色だったから。あの、左の歯ね、左の歯ね、早くかくから、早い、早いが痛い。罰ゲームは一緒なんだけど、全く同じ袋取ったっぽいね。あ、こうか。あ、辛いよ。結構辛い。でもあのペヤング焼きそばの方が全然辛かったから、これに比べたらこんなんもうへでもない。まあ辛いけど辛くはないです。みっちゃん歯磨きしてきたら。みっちゃんも歯磨きしてきました。ヨーグルトも食べました。第2回戦いや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 、パッケージの裏だよ。あ、バツ。いくよ。その場で歌うがいい。その場で歌うがいい。え、ゆうちゃん一緒じゃん。じゃあ一緒に歌いなよ。一緒に手を伸ばし抱き止めた激しい光。次、プッチョ第2回戦もう罰ゲームやだ。なんかで、目つぶって開けて。何色かっちゃダメだろうね。いや、知らんよけど。なんか匂いこない？せーの。目開けていいよ。なんかこれ硬い。あ、すごい甘いヨーグルト。せー
三回戦目。これにします。これだ。よくて。せーの。なんかみかん、オレンジ色、オレンジの味がする。オレンジの味。みかん。うまい。うまい。うまい。せー。四回戦目。なんかまた来る予感が。これ匂いしないんだけど次。え、またヨーグルトっぽい匂いするんだけど。いくよ。交換するもよし。交換しよう。あ、ね、交換しよう。大丈夫。ね、交換しよう。よ、あ、こっちも辛いのかな。いくよ、せーの。どっちが辛いか知らないよ。ケータが辛い方かもよ。まあいいよ。せーの。みかん、やっぱ。うまい。何色だった？紫。ん？芋？ぶどうだよ。セーフ。5回戦目。ケイタンこれ。ゆうちゃん。なんかさ、さっきよりへこんでる気がする。これ。せーの。これ多分ぶどうやっぱ。4種類の味が多分辛いの、みかん、ぶどう、ヨーグルト。せー、6回戦目。これがラストです。せーの、みかんの味だ。ちなみに今2人とも同じ色、紫でした。うん、何もなく終わってしまったので、この中から適当に1個選んで相手に罰ゲームをさせたいと思います。これ、ピン、これ、はい、ケータンからやります。渾身の変顔をするべし。3、2、1。しばらくの間、犬になるべし。犬？犬。犬になるね。よ。ワンワン。ワン。しばらくの間だからちょっと終わるまで犬にできる。ワン。今日ロシアンルーレットプッチョやったんですけど、辛いやつもまあ辛いとは思うんですけど、ペヤング焼きそばはもう辛さだけに力を入れてるところの方が辛かったかなとは思うので、まあ、これも辛かったんですけど、そっちの方が辛かったです。人形の正解はこのワンちゃんの頭にいました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今日も見てくれてありがとうございました。今日は待ちまったゆっちゃんの誕生日です。なのでゆっちゃんが今日もらった誕生日プレゼントを開封していきたいと思います。今回はケイタンが司会進行を務めたいと思います。じゃあまずはウパパからの誕生日プレゼントをよろしくお願いします。次はケイタンとゆっちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんにあたるユージジとマットババに誕生日プレゼントをもらいたいと思います。おじさんにあたるビンちゃんから誕生日プレゼントをもらいたいと思います。じゃあ次、ウママよろしくお願いします。じゃあ次、最後です。最後はケイタン。実は先日視聴者さんからいただいたものなんですけど。